私、桃宮一号13歳。ごく普通の中学1年生。突然地球の未来を救うミューミューになっちゃったの。でも、ドキドキすると勝手に耳と尻尾が出ちゃうし、エイリアン倒すまで普通の女の子に戻れないなんて、聞いてないよ。まあ、くよくよしてもしょうがない。一緒に戦ってくれる仲間も見つかったし。みんな、行くよ。地球の未来にご褒美するよ。誰かを愛しいと思うことは尊い。その気持ちが全ての苦難を乗り越え、未来を切り開く。青山くん、ごめんね。青山くん。あなたが好き。青山くん、衝撃の告白。こんなに待たせて連絡一つしないなんて、きっと嫌われちゃったよ。帰ろう、風邪ひいちゃう。すごく遅くなっちゃって言えない。私がミュウミュウだってこと、さっきまで東京タワーにいて敵と戦ってたなんて。私、青山くんに何一つ本当のこと言えないんだ。いつもそうだ、ごまかしてばっかり。こんな私が青山くんを好きになる資格なんて。でもせめてちゃんと言わなきゃ。青山くん、ごめんなさい。それから今までありがとう。やだ、私っては何泣いて。ずっと待ってた。のこと、好きだ。これは夢なの？青山くんのシャツ、青山くんの髪、青山くんの匂い。夢じゃない。こんなに近くにいる。
すごく濡れてる。ダメ。いちご。なんでこんな時まで猫耳が出ちゃうの？いちご。わかった。怖がらせてごめん。これ使って。帰るよ。待って。こんなのでごまかしきれないのはわかってる。それでも伝えたいの。私もこの思い、あなたがこの思いだけはちゃんとあなたに届きますように。動かないで。もう少し。もう少しこのまま。神様、お願いだから雨を止めないで。もう少し。もう少しだけ。私の姿を隠してください。なんでなんでなんで一度。朝っぱらからぼーっとしやがって。そう。鳥を中に帰ってきたっつうのに、どうでい、この見上げるパワー、いい若いもんがシキッとしやがれ。そう、元気でいいね。まさか好きな男ともできてぼーっとしてんじゃねえかとな。冗談冗談、おめえみてえなガキんちょに彼氏ができるわけがねえってか。おっといけねえ、こんな時間だ。じゃ、行ってくるぜ。なんだかな。いちご、ゆうべずいぶん遅かったね。うん。お父さん遅かったからバレずに済んだけど、何かあったの？何にもないよ。一応いちごのことは信用してるけど、もっと早く帰ってこなくちゃダメよ。はい。じゃあ私も行ってきます。ん？あれは絶対青山くんと何かあったな。一体何をしたのだ。命令はするけど姿を見せない指導者、そんな存在が本当に母性を救う救世主なんでしょうか。我を疑うか。いいえ、でも思ったんですよ。今のあなたはまだ生まれる前の胎児のような状態ではないかと。あなた様は意識こそあれ、自分で自分のパワーを操ることができない。違いますか。そんな、王様として認めるということは。いえ、決してそのようなつもりは。あなた様は確かに我々の王様です。だからこそ長い年月を隔てても我々は呼び寄せられたのです。何が言いたい。つまり真の指導者となるために真に覚醒していただきたいのです。誘惑の力を使って。そのために奴らにわざと誘惑を渡し、その力をここに流し込んだのです。それによって覚醒の初期段階に導くことができたと自負しています。ではなぜ我々を騙したのだ。ファイに話したら止めるからさ。これはディープブルー様にとっても危険のある賭けだったからね。貴様、ディープブルー様、我らが母性の仲間に救いの手を差し伸べていただけるなら、いつ極刑に処せられても構わない覚悟です。ですからどうか。よかろう。さらなる誘惑の力期待しているぞ。というわけだ。
今後ともよろしくね。今度私を出し抜くような真似をしてみろ。ただでは済まさんぞ。分かってるって。さーてと、次行ってみようか。驚きです。まだ実体化が解けない。危なくてしょうがない。どっかにしまっておいてくれ。はい。これで私以外のものには取り出せません。イチゴさんと彼、うまくいってるみたいですね。どうかしました？どうもしないよ。イチゴさん、よかったですね。やだ、もうみんな大変大変。エイリアン、エイリアン、すぐ近く。これが奴らの隠れ家か。まあね、なかなか可愛いデザインだよね。そう思わない？ただの眠り薬だ。心配すんな。こいつの前では変身できないだろ。ケイチロ、安全なところへ。よし、みんな気を抜くなよ。おそらく敵の狙いはミューアークだ。頼んだぞ。フルーツアラモン、ミューアクア入りを一ついただきたい。うちには置いてないのね。はぁ、よいしょ。じゃあお前らやっつけてからゆっくり探すか。とっとと変身しろよ。待っててやるね。それはどうもご親切に。じゃあお言葉に甘えて。ミュウミュウザクロ、ミュウミュウプリ、ミュウミュウレタス、ミュウミュウミント、ミュウミュウストロベリー、ペガノデフォーク。Thank you.
こちらも本気だということだ。おとなしく謝っちゃった方がいいんじゃないの？勝手なことを。謝った。やあ、子猫ちゃん、おひさ。キッシュ、ミュウア君はどこだい？あんたに教えるわけないでしょ。もう素直じゃないんだから。お前は気にしなくていい。手を抜かすのだ。黙れって。弱いとこいつを倒すためにミュアカロットを取りに行ったのだ。どこへだっけ。地下室に決まってるのだ。このおばか。なかなかだ。しかしこれはどうだ。リボーンメタクラッシュ。リシコさん、ゲット。ミュウア君、そう、これだ、この力だ。これでディープブルー様を真の覚醒に導くことができる。なんだ、どうした。光よ。そうだったのか。何、ミュウア君とはエネルギーを生み出すものではなく、少しずつ蓄えていくものだったのです。フルパワーのリボンアクアドロップスによってミュウアクアの力を全て使い切ってしまった。その結晶にはもうミュウアクアの力は残っていません。ただの石です。なんだと。話が違うの。どうすんだよキッシュ。逃がしませんですわよ。どうするのだキッシュ。もともとお前が言い出した作戦じゃんかよ。ふざけやがって。俺が今までどれだけ、くそ、くそ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 、バカにしやがって。てめえらみんなぶっ潰してやる。どうはいくもんですか。負けたわけじゃないからな。ひどくやられたものね。ぐちゃぐちゃのボロボロのガタガタなのだ。なんだかオープンカフェみたいですね。あなたな。ここにミュウアクアがないことは分かったはずですし、エイリアンがまたすぐ攻めてくることはないでしょう。他のミュウアクアがどこにあるのか、結局初めからやり直しってわけか。青山くん、バカ、今起こしたらまずいだろうが。圭一郎に表に運んでもらえ。うまくごまかせよ。ちゃんと息してる。よかった。青山くん、ごめんね。また危ないことに巻き込んじゃって。夢じゃないんだな。もういいにゃげにしてにゃ。あなたたちいや一人かやげをにゃんだと思っているにゃ。まあまあそう怒るなって子猫ちゃん。
次回猫パニック、秘密の鍵は乙女の唇。